僕が、演じたのはですね、遠野高樹という男の子なんですけど、一応ちっちゃい頃から大きい時までやらさせていただきました。そうですね、遠野くんはちょっとクールな感じの男の子ですかね。何かいつも遠くを見てるような感じのイメージですね、はい、意外と似ているところはすごい多い気がしますね。その声を入れてる時も何でしょう、嫌じゃないというか、すごいこう喋りやすいセリフでしたので、ほとんどのセリフが結構共感できたところはありますね。ちょっとした相手の女性を傷つけてしまうような言葉でも、それを優しく言ってしまうようなところとかも、あと一生懸命何か伝えたいんだけど伝えられないところとかもすごくわかる気がしますね、はい、似てない点はこんなにかっこよくないですね、はい、そこが一番のだと思います。なんか初めて自分の声を聞いた時ってすごいショックじゃないですか大嫌いでしたね、自分の声が。よくみんなに真似をされるのでそれがすごい悲しいんですよ。ここ1、2年ぐらいですね、やっとこう自分の声を受け入れられてきたのがですね、はい、ちょうど声の、お仕事をしたいと思った時期にこういうお話をいただいたので、すごく嬉しくてですね、マネージャーと大喜びしましたねでも声優というか声をこうやってアニメの声を入れるのは初めてだったので、全く正直わからなくてですね、こう監督とあと三ツ矢さんとの指導と指示をできる限り答えられるようにっていうのが一番のテーマでしたかね。苦労したところはやっぱり口と同じその間に声を入れるっていうのがちょっと難しくて、何度も何度もこう失敗をしてしまい、ご迷惑をおかけして、難しいもんですよね難しかったです正直、僕も32になってしまっているので、小学生をやるとやっぱり落ち着いてしまってるっていう指摘もされて、でも監督はそれでも大丈夫ですって言ってくださって、もう自分では何がやっぱりいい悪いっていうのがそこまでわからないので、本当に監督の OK だけを頼りにというか、本当に一生懸命やるしかなかったですね。ほとんど楽しかったですね。あっという間に終わっちゃったのが寂しいくらい、本当にずっとやってたいくらい思いましたね。自分の名前ですかねがやっぱり好きなのは遠野高樹ですっていうのは、なんか言ってて嬉しくなるセリフでしたね。初めてこう自分の名前を言うのがそう思いましたね、はい、映画でもアフレコはあったりはするんですけれど、だいたい別室にいたりとかすることが多かったりするんですけど、今回アニメの現場って皆さん同じ中にいるんですよね。それがすごい緊張してですねであかりちゃんのお母さん役の方とかにこう喉がちょっとイガイガになってくると、なんか薬をいただいたりとか、皆さんすごく優しくしていただいてですね、なんでしょう、緊張感と、それがワンシーンでも終わった後 OK 出た後のほっとした時の空気がみんな同じように感じて、なんでしょう、一体でいられるので、すごいなんか興奮するじゃないですけど楽しかったですね。こう他の方がやられてる時はあまり息も押し殺してだったりとか、ちょっとお腹が鳴っちゃったりとかするではないですか
最後すごいどう抑えるかとかで終わったらみんなはぁーっていうなるんで、なんかちょっとなんでしょうね、皆さんの本当緊張がすごい伝わってくるので、多分それがいい空気になるんだろうなと思いながらやってましたけどね。はい、監督の作品は2本とももう見てまして、どんな人が撮ってるんだろう、書いてるんだろうっていうのは確かに疑問っていうか興味はあったんですけど、あ、この人なんだっていう喜びと、あと安心感ですかね。すごくイメージというか監督の雰囲気がそのまま映画に出てる感じがあるので、ああっていう、ほっとした感じはありました。あとアフレコの時はやっぱ本当に監督だなと、強さも見えたり、強さと優しさと、そういう部分が見えたので、あ、強い人なんだなっていう、嬉しかったですね嬉しかったのと、本当に大丈夫だったのかなっていう不安と、試写室で見たんですけど、本当それこそドキドキしながら見てましたね。なんか初めてデビューした時の作品を見るような感じでしたね。でもすごい素敵な作品でしたし、あととても素敵な絵だったので、安心感はすごくありましたけど、はい。まかりちゃんはあの駅でずっと待ってくれてるところ、わあ、すごくちょっと好きですね。なんでしょう、あの一生懸命さがすごく嬉しいというか、はい。あと2話の花村さんがやったかなえちゃんをこうちゃんのところで待ってる姿で、あるじゃないですか、こう隠れちゃったりとかするところのあの息遣いだったりとか表情とかだったりとか、なんか今回の女性たちのすごく素敵なところって、みんな待ってる姿がとても綺麗で可愛らしかったり、すごい心情が出てるのがすごくいいなと思ってて、あの海とかで草原とかで空を見てしまうとか、すごい、まあ、正面見てるだけでも綺麗なんですけど、やっぱりなんか上を見てしまうところとか、意外といつも違うじゃないですか、空って面白いので、面白いっていうかパッてそ見ちゃうんですけど、室内より基本的に外に風があったり温度がある方が好きなので、パッてすぐ上は見てしまうんですよね。で毎日1回ぐらいは必ず見ますね。朝も、朝っていうか昼間も夜も、あ、今日月出てないんだとか、星がないんだとか、あ、星が見えるとか、地方ロケとか行ったりするとすごい星の数が綺麗じゃないですか。本当それこそで2話とかの感じじゃないですけど、あの宇宙の行く時の飛んでいく時の種子島のあの空じゃないですけど、そういう空を見た時はやっぱり東京ではあまりないことなので、そういう時はすごくワクワクしますけど、手届かないのかなとかたまに思ったことありますけどねそうだな、何かを求めて見に来なくても見てしまったら何かがある作品だとは思って今いるんですね僕は。ここをこう見てほしいっていうところもすごいいっぱいありますし、でも、見ていただいた人たちにの中に何かが生まれるとは思っているので、本当にゆっくり見てもらえればいいなと思います。私がやらせていただいたのは第2話に出てくる隅田かなえちゃんという女の子です。高木くんのことがすごく好きで、
毎日そのことで悩んだりとか、また進路のことで先生に言われて悩んだりとか、普通のどこにでもいる感じの高校生の女の子、なかなか高木くんにこううまく気持ちを伝えられなかったりとか、こうサーフィンうまくいったらいいよとか、そうやって自分でこうそのきっかけを作ろうと頑張ってる姿勢であったりとか、お姉ちゃんにちょっと相談してみるところとか、そういったところがとっても可愛らしいなと思いましたし、あと進路のことで高木くんとちょっとお話をして一緒なんだって思って喜んでるシーンとかを見てるとすごい共感できたりとか、そういう高木くんの一言一言にすっごい気持ちが動いて、ちょっとのことでとっても喜んだりしてる姿っていうのは、なんか見ていてとっても可愛いなと思って共感できる部分でありました。今まで私はアニメのお仕事をやる前に実写の映画のお仕事であったり、ドラマの現場に行かせていただいたり、いろんなことをさせていただいている中で、こうアニメと実写が混ざったような、それでいて映画な空気のある作品にこう出演する機会というのをいただけて、すごい演じる側としてとっても嬉しかったですし、あとこうモノローグの言葉っていうのがすごい心に入ってくるので、それを綺麗な映像に合わせてこうキャラクターとしてですけども、こう紡いでいけるっていうのはとっても嬉しかったですし、あと収録が全部終わって数日後に監督からこうかなえの存在が島の空気ととても合ってたよっていう風に言っていただけて、それはやっぱり全体通してこう監督が見ていてそう言ってくださったので、それはすごい嬉しかったです。はい、やっぱモノローグのところで、あの日からいくつかの台風が通り過ぎっていうところの一部がザーってあるんですけど、雲の輪郭が優しくなってとか、そういった表現というか、ものすごく綺麗だなと思ったし、普段から空を見たりとか風を感じて季節の流れを発見していったりとかするのがすごく好きなので、やっぱりなんかそこの部分は読んだだけでちょっと泣きそうになるぐらい好きだなって思いました。高木くんとのシーンっていうのはあまりこう向こうからこうこうかけられてくるものっていうのがあんまないので、かなえとしてはすごい行くんですけど、でもなんかそれが水橋さんと一本置いてマイクのところに立っていたんですけど、いい距離だったのかなっていうふうに思いました。で、2話も全部終わってお疲れ様でしたってなってからものすごく喋ったんですよ。で、そしたらスタッフの方が今更仲良くなっちゃってみたいな雰囲気だったんですけども、やっぱりそういうのがこう作品にやっぱ 出ると思っていたので、いい環境だったなっていうふうに思います。はい、初めてお会いしたのはオーディションの時で、こう本当にすごい少ない人数のところで、もう机を隔ててすぐのところにいらっしゃって、笑顔でどうぞ普通に喋っててくださって構いませんからっていう言ってくださって、監督の空気の流れとか色とかにその場でふわって変えちゃう、そういった雰囲気を持っていて、すっごいこう心開いて最初からおしゃべりすることができたので、私の周りに今までいなかった感じの方だなっていうふうに思いました。好きなシーンはかなえちゃんが一人草原に立っているシーンです。あそこはこう風がうわーって吹いてきて、雲が飛んで光が差してきて、すっごい綺麗な世界の中に一人立っている
その世界に立っているカナエっていう存在っていうのをすごい感じたし、もうすごい印象的で、大好きですね。こうやって監督やスタッフの方がぐわーって私たちが収録した後にすごいいろんな作業があって大変だったのもお話もされてたんですけど、全部吹き飛ぶぐらい綺麗で、あ、本当にこうやって見させていただいて嬉しいなってぐらいの気持ちになって見てました。でも第2話になったらちょっと客観視できなくなっちゃってアフレコの収録の思い出とか、あ、ここ大変だったよなとか、そういったのもこう思いながら最初の1巻目は見ていて、3話になってこう最後にすごい短いカットがいっぱい入るじゃないですか。あそこに本当に高木くんとあかりちゃんとかなえとあとりささんと本当にいろんな人物が時を超えていろんな場面でこう入ってるっていうのを見た時にふわーってこう、なんていうのかな、切ない思いとか、こうやっぱり距離とか時間の壁っていうか届かないものっていうのを感じて、曲歌がすごい入ってきてすごい感動しました。その時にやっぱり、あ、この作品に出演させていただいてこうして見せていただいてすごい幸せだなっていうふうに思いました。小学生の時に引っ越しを経験したんですけど、その時は10歳くらいかな。でものすごく遠くに自分が行ってしまうんだって、友達とすごい離れちゃうっていうのがすっごい嫌で、もう本当にもう会えないんじゃないかって思ってたんですけど、で実際もう電車に乗って会いに行くのもとっても大変なことだったし、場所もあんまいまいち理解しなかったっていうのもあってっていうのをこう1話を見てすぐ思い出して、それで引っ越しをしてしまってまた会った時にものすごく心の距離が離れてしまったなって思う人もいるし、会った瞬間に昔と同じぐらいの位置で話ができるっていう、そういう心の方の距離っていうのを感じることがあって、やっぱそういうのもあの作品の中の実際の距離と実際の速さとあとは心の距離とっていうのを感じた時にこう被る部分がありました。第1話から第3話までこういろんな年代で描かれている作品ですけど、見た方のその年によってこうものすごく高校生時代が近く感じる方もいると思うし、もうもっともっと大人で小学生の時ってもうすごい懐かしいなって方もやっぱいると思うんですけど、なんか DVD としてこう一回見てみて、で今思ったこと、そして数年後に見てみて感じたことっていうのがやっぱり変わってくるだろうなっていうふうに思うので、こう何度も何度も見ていただいて、そのためにこういろんなキャラクターに感情移入するかもしれないし、あとその最後に出てくるカットがわーって入ってくるところどこかにすっごい惹かれるかもしれないし、そういうふうにして何度も見ていただいて何度も自分とつながる部分っていうのを探して見ていただけたらいいなっていうふうに思います。第1話の桜花賞の篠原あかりちゃん役を演じさせていただきました。あかりちゃんのキャラクターは、結構しっかり者なんですけど、とても可愛らしい女の子というイメージです。手紙をずっとやり取りしていて、すごい何年も
やり取りをするんですけど、そういうずっと思い続けるじゃないですけど、心のどこかに大切に思う気持ちっていうのは私はまだ経験がないのですごいなと思いますね。役柄的には年が高校生、私自身が高校生だったので近かったので、あまり演じたという感じではなかったんですけど、声のトーンとか少し、明るく小学生のあかりちゃんになるように工夫しました。あまりあかりちゃんには似ていないと思うんですけど、文通とかそういう年代でよく私も中学生の頃に書いていたなっていうのは思い出して、キャラクターでは第2章のかなえちゃんにキャラクターが近いと思いますね。恋愛にもちょっと自分から行くんだけど少し臆病で、自分の中でちょっと葛藤するところとかが少しかぶりました。本当に初めてブースというかに入ったので、マイクの大きさとかすごいかぼちゃみたいなんですけどそういうのにも驚きましたし、ちょっとした口の動きでも音を拾ってしまうので、それも驚きました。でも最初はやっぱりちょっと緊張したんですけど、新海監督が監督の要求に応えられなかった時も優しくなんて言うんですかね、アドバイスをくれたのでとても良かったです。自分のままこの声のままできたのでとても楽だったの とやっぱり、自分の声がこう撮った後に流れてきて確認をする時にこうキャラクターと口の動きとかが合っているとすごく嬉しくなりました。苦労した点が桜花賞であかりちゃんが坂道から高木くんと踏切まで走り抜けるシーンがあるんですけど、そこでの息遣いがとても難しくて最初やった時は笑われてしまいましたね、はい、小学生の回想シーンで小学生のあかりちゃんが猫を見つけるんですけど、その時の猫ちょびだっていうセリフがすごくなんかのほほんとしていて私は好きです。はい、高木くんのセリフなんですけど、これは電車に乗っていてなかなか着かない状況で、すごく高木くんが苦しい中であかりちゃんのことを思ってこう帰ってくれていたらいいのにってすごく苦しそうに言うところがあるんですけど、そこが切なくてなんかいいですね、はい、去年の夏頃からオーディションをやっていたりして何度も新海監督とはお会いさせていただいてたので声入れまでにあまり緊張しないで済んだんですけど、事務所の先輩の尾上さんがいたのでとてもなんか和やかな雰囲気で進んだと思います。水橋さんとはこう控え室にいる時に少しお話しさせていただいたりしたんですけど、お仕事でとても途中から来られたりとか忙しかったと思うんですけど、とても優しく話してくれて、あと途中喉が乾燥してしまった時があったんですけど、そういう時は共演者の方から喉の薬をもらえたりとかしてとっても皆さん優しくてよかったです。はい、舞台挨拶でも言ったんですけど、本当に優しいの一言で最初お会いした時からずっと
変わらずに本当に優しい方です。はい、私は桜が好きなんですけど、まずその桜の絵の綺麗さにすごく驚いて、それからやっぱり内容で切なくてとても感動しました、はい、本当に一番最後になるんですけど、最後のシーンであかりちゃんも高木くんも大人になって、それで本当に最後で山崎まさよしさんの主題歌と絵が流れるので、その秒速5センチメートルの絵と曲を重ねてみて聴いて本当に切ないなと思いました私は高木くんに対して手紙を送っているので、手紙を読んでいるシーンが多いので、そこでやっぱり時の流れというか時間の変化でやっぱり少しずつ大人になっていくあかりちゃんがいるので、全体的にその手紙の私が読んでいる部分を聞いてなんか感じてもらえたらと思います。小学校6年生ぐらいの時に交換日記をやっていまして、でもいつの間にか終わっちゃいましたね、はい、私は転校の経験がないので距離的に離れたという経験はないんですけど、中学生の時に好きだった男の子がいるんですけど、その男の子が地元の駄菓子屋さんがあるんですけど、駄菓子屋さんにいつもいるんですよそれでその駄菓子屋さんの前を部活の学校の帰りに通るのがちょっと楽しみだったりとか、それは今でももう大学生なんですけどコンビニ、地元のコンビニとか駄菓子屋を通るとちょっと見てしまう探してしまう、どちらと見てしまう感じ。私はアフレコを初めて経験させていただいたので、なかなか緊張した部分もあったんですけど精一杯頑張ったので皆さんの耳にスッと入っていけるような、そんな風に聞いていただけたらいいと思っています。お話もとても素敵で、小さい方から大人の方まで気持ちの変化とか懐かしいなって思ってもらえるところとかたくさんあると思うので、じっくり自分と重ね合わせて見ていただきたいなと思います。第3話に、登場してきます篠原あかり役を演じさせていただきました、第3話は、第1話から少し大人になった、だいぶ大人になったあかりちゃんなんですが、やっぱり昔と比べていろいろ重ねてきたことによって昔には見えなかった表情だったりとか、そういうちょっと大人っぽくなった、少し色気が出たような、あかりちゃん、高木くんと一緒にいた時のあかりちゃんじゃないプラスアルファのものがないとダメだなと思って、そこでやっぱり厚みだったり本当にちょっとして少し声で演じられるこの色気だったりとか、そういうものを出せたらいいなと思って心がけて演じました。あかりちゃんは、昔のことがよく書かれているのでそこで触れると私とは正反対でやっぱり
病気がちで図書館でよく高木くんとお話ししていたっていう風に言ってるんですけど、もう本当に私はもう図書館と縁がないし、もう外で遊ぶことが大好きで、そこの面では全く違うなと思ったんですけど、あのこうお手紙を文通をやり取りしていた、やっぱり大切な相手がいたじゃないですか。そういった面では私も幼い頃にすごく信頼していた子がいて、その子によく文通をしてすごく気持ちを伝えていたっていうのは、ああすごい共通するなって思いました。桜花賞が最初にあって、その撮影が終わってから私だったんですね。やっぱりこう自分の番が来たっていう瞬間に気合が入りすぎてしまって、もっと柔らかく言いたいのに硬いし強いしっていう声がすごく最初やっぱ注意もされましたし、あのすごくなんかうまくできないっていうのは本当に苦しかったです。こう体を使わないというか声だけで演じるっていうのはものすごく難しいなっていうのを思ったんですけど、声でこれだけ人の感情ってすごく変わるんだなってことを改めて再確認できました。それでこう絵と一緒になるっていうのがすごく楽しくて気持ちよかったので、やっぱりちょっと少し今回は少ししかできなかったんですけど、ああまたやりたいなってすごく思いました。私は、その映画の中でやっぱりあかりちゃんのところがすごく好きで、その中でも特にあの、で、あの手紙の部分でやっぱり少しちょっと寂しいですっていう部分があるんですよ。そのやっぱり少しちょっと寂しいです、どうかどうか高木くんお元気でっていうのが、なんかこうあかりちゃんの可愛らしい表現がすごく出ていて、本当は大好きって直接こう思いっきり伝えられるところをこうやっぱり少しちょっとっていう濁らすところがすごくなんかあかりちゃんの可愛らしさとその性格が出ていて、それでさらによしみちゃんの声でやっていたところが私の中に響きました。あれは監督の空気感なのかわからないんですけど、今まであの撮影アフレコだからっていうのもあるかもしれないんですが、こう撮影現場に行って感じたことがないよう なんかものすごくこう柔らかくてすごい優しい空気が流れていて、それが長時すごく長丁場だったのにもかかわらず最初から最後までその空気が変わらなかったんですね。それがなんかすごいなんか心地よくて、でも緊張感もありつつすごくいい雰囲気だなと思いました。そうですね、あのオーディションの時にドアを開けた瞬間に、あのなんて言うんだろう、あそこまで透明感のある人ではないと思っていたので、開けて目が合った瞬間にあれと思ってびっくりしたんですね。それですごく優しい口調なのでこっちまでなんかこう同じ雰囲気になっちゃうというか染まってしまうような、本当にすごくスーッと入っていけてでも心地よい雰囲気を作るすごく素敵な方だなと思いました。はい、あの実際こう皆さんのも 見させていただきながらお仕事していたんですけど、それがあの監督の絵と声が一緒になったものを見た時に、もうなんて素晴らしいんだろうっていう、本当にもう感動してしまって、なんか映画ができるまでっていうのをそう今まで知らなかったので、それを知った上で見るってまただいぶ違って、でその監督の映像の美しさがこの、あのスクリーンとあの映画館がこう全体にこう広がってくるような、イメージが全体に広がってくるようなすごいそういう空気感が広がっていて、あなんかこうそのスクリーンの中だけじゃなかったんですね。もううわーって見えてきて、それがすごくこう素敵だなと本当に感動しました。はい、やっぱり私がすごい好きなシーンというかすごく毎回泣いてしまう感動シーンがあって、そこは、高木くんが、あかりちゃんに会いに行く、電車で栃木に会いに行くシーンで、もうあそこはずっと私は泣いてるんですけど、そこでさらにもうグッときちゃったのが、あのあかりちゃんに宛てた
今までの気持ちを一生懸命今までこう手紙を書いていたじゃないですか。それをあの強い風でこう出しバッグからこう出した時に飛んでっちゃって、そこで涙ぐむ高木くんを見た時にもう本当に胸が痛くなって、もうなんで切ないんだろうと思って、あの今までねあの書いてきたものを渡せない高木くんの気持ちを考えたらすごくあの胸が苦しくなって、で最後にさらにまた私の感動シーンはあの高木くんとお別れになった時に、高木くんはこれから大丈夫だ大丈夫だからみたいなことを言うんですよ。そのなんかこう言葉に全て出さない深い意味みたいな、その切なさが本当になんかグッときました。そこがもう大好きです。でさらにあのエンディングであの私のシーンが終わって盛り上がって、もう大好きな山崎まさよしさん の歌と一緒になっていくところが本当にジーンときました、はい、今は頭がいろんな経験をしてしまったことによって人に対してとかもいろんなこう方向で見たり感情をぶつけるんですけど、やっぱりこう高木くんとあかりちゃんが小さい頃に描かれてたことのように、私も実際やっぱりこう若かすごく幼かった頃はもう感情だけでぶつかっていったので、その時ってやっぱり例えば好きな子だったり好きな友達だったりそういう人たちに会いに行く時ってこう何ですかね、信号を待ってる時とかも、あ人ってなんか時間がすごく平等じゃないのかなとかすごく考えたことがあって、なんかいつもだったらものすごく早く動いていることがその信号がものすごく長く感じたり、電車を待っている時とかがものすごく長く感じたりしていたので、なんかそういうのをすごく思い出しました、はい、この作品はもう誰もが一度は経験したことのあるような部分がたくさん出てきていて、でなんかこう心の中でこう使っていな最近ちょっと使っていないなっていうところがドキッとさせられる、そんななんか作品だなと思います。なのでやっぱりその秒速5センチメートルを見てその時の気持ちとかを思い出していただいたらすごく素敵じゃないかなと思います、はい。